ではここからは夫婦仲を良好にするためのより具体的な知識を伝授していこうと思います。具体的な知識？最初に言ったではないですか、この講座では精神的なものから夜のお勤めについて教えると。それはもう徹底的に教えて差し上げます。あの大岡様、他はともかく、その夜のお勤めについての講義は絶対に受けないといけないのでしょうか？ジュナ殿の言う通りです。さすがに恥ずかしくて。うちはちょっと興味あるわ。ララ？ジオネは気にならんの？それはその、えい、ちょっとは気になるんやろ。なあなあなあ。あら、このチャンスを逃してしまっていいのでしょうか？もし私の講義をちゃんと最後まで受けたならば、終了の証としてこれを差し上げますのに。最重要極秘文書？独領後要焼却？また随分と物騒な。国家機密かいな。ええ、最高国家機密です。ここには相馬陛下があなたたちにしてほしい、あるいはあなたたちとしたいと思っているちょめちょめや、そのシチュエーションなどが書かれていますね。最高国家機密でしょ。相馬陛下の普段は自制し、胸の内に秘めているあなたたちへの欲望が赤裸々に綴られているわけですね。それではお勤め講座を始めましょう。私の戦争力。